皆さんこんにちは、志田瑞希です。今日はゆり子と一緒にうっちーにパーソナルカラーを習いに来ました。うっちー先生うっちーはーい、スマートじゃない、ちょっとパーソナルカラーって何か知ってる？その人の肌色に合うカラー。え？その人の肌に合うカラー。おお、まあ、ほとんど正解で、まあ、その人に合うカラーなんだけど、それでゆい子、その人に合うカラー、うん、いいか。その人の肌に合うカラー。あ、まあほとんど正解。ゆり子の髪質、あとは髪なんだ、そう、髪の質感、肌の色、瞳の色に調和する色がパーソナルカラーになります。だからゆり子の好きな色とは異なるかもしれないから、なんか似合う色と好きな色はちょっと違うから、そこはちょっと知っといてもらって、はい、まず先に見たことあるよね、これイエベブルベの説明をまずしようかな、うん、で、ブルーベースにはこのサマーをウィンターがあります。で、このサマーの特徴、あとはこれが全部青み寄りのブルーベースと言われるものなんだけど、このサマーの特徴が全部ペールトーンで淡い色になります。で、このウィンターは逆に濁りがなくて結構はっきりしてて強い色、確かに、これがウィンターで全部青み寄りの色で、これがブルーベースと言われるの、なんとなくでいいよ、分かった、うん、で次イエローベースにはスプリングとオータムがあります。で、オータムの特徴はアースカラー、あー確かに、イチョウとか葉っぱとか、うん、まあ、アースカラーと言われていて濁りのある色、逆にスプリングはもう濁りのないビビッドカラーになります。で、今日は、ゆり子がどこのシーズンに、カテゴリーされるかを見ていく診断になります。いいですか？いいです。いいです、はい、いいですって。いいのね。予想は、ね、好きな色はどこの辺？サマー、サマーね、かスプリングかな。今日来てるのサマーだもんね。なんかでもウィンターってさ、ちょっと近いね、ここら辺とか、うん、そこは近いけど、なんかこれとこれとか一緒に、あ、でもちょっと違うんだ、若干違うんだよ、へそうなんだ。でも今日来てるのはもうサマー、もろサマーですよ、お洋服は。あ、あ、あ今日はサマーです今日はサマー、なんとなく分かった、うん、じゃあ早速、さっき言った肌の色とか髪の色とか瞳の色を見ていきたいと思います。まず肌の色、手のひらを見ようかな。ちょっと腕回ってる。ちなみに私はブルーベース、ウィンター。まあでもそんなにゆり子も手が黄色いというよりはどっちかというと青みより、うん、手のひらとかはね、水木の手にして、じゃん、ひら開いて、はい、赤くね、うん、赤い、これも赤い、私白い、これはウィンター、ゆり子がウィンター、俺がウィンター、ウィンターなんだ、うん、ウィンター、ブルーベース、なんか水木はどっちかって俺に近い、オレンジより、あ、俺に近い、ね、俺に近い、アクセサリーゴールドだよね、いろいろ、ちょっとシルバーのやつ片方してみて、指で、あ、してるよ、ほら、うん、一応これアクセサリーでゴールドが似合うかシルバーが似合うかっていうのもある、うん、どっちが似合ってるのか分からずどっちもつけてました、うん、なるほどね、はい、なんとなく俺は似合ってる、なんかイエベの方がゴールド似合いそう、絶対私はイエベだってことは分かってる、イエベの方がだって超黄色いもん、え、そういうことじゃない、黄色に見えたらイエベってことじゃない、うん、黄色に見えたらイエベっていうことでもない、うーん、あくまでその肌の色とかは要素でしかないから、一つの要素だから、瞳の色とか髪の毛の質
感によって肌はイエローだけど瞳は ブルー寄りの要素もあるから、一概に肌の色だけではなく、へえ、肌しか考えてなかった。ゆり子はでもどっちかというと手はブルー寄り、そんなに黄みを感じないからブルー寄り。髪の毛見ます。失礼します。柔らかいね。乾燥するよね。乾燥するんだ。そうですよね。柔らかくて乾燥。ソフトでマット。ソフトマット。一応これがもうすでにあのこれ縦で見るんだけど、今手のひらブルー、髪質ソフトマットってなるとちょっとサマーより。であと次瞳の色見るんだけど、鏡の真ん中見てるの。コンタクトしてる。うん、じゃあ背もたれついてる。こんなんなんだっていう。してる？何色？黒。色ついてる。うん、あ、そっか、こっち見ないと。何？なんか見つめてんだと思った。まっすぐ見てればいいの？いや別にいいよ、見瞳見ても。恥ずかしくないの？いや、いいわ。恥ずかしがってんの？俺が恥ずかしいから。まあ、めちゃくちゃ明るいわけじゃないけど、うん、でもなんか真っ黒ではない、うん、かな。で、ちょっと焦げ茶っていう感じ、うん、で、黄身というよりはどっちかというと赤茶。赤茶なんだ。うん、赤茶。俺のちなみに赤茶これ見して。え、こっち向いて。赤茶か黄色かってこと。うん、赤茶。赤っぽいかも。確かにそうかも。なんかね、もっと色素薄い人とかは結構黄色い、うん、あ、確かになんか透けてる外人。瑞希とかも赤茶。瑞希も赤茶より。はい、うん、じゃあ赤茶。そうなってくると割とサマーより。なんかこれがこう結構いろいろあちこち行っちゃう人とかがいて、要素がね、それが難しい人だったりするんだけど、割と今ゆり子はサマーより。そうなんだ。で、瞳の印象とかも割と落ち着いてる印象だし、全体の印象もなんか穏やかでしょ。うん、このキュート若々しいとかあるじゃん。ソフト穏やかかな。だったらソフト穏やかでしょ。確かに。そう、なんかその印象とかでも割とそのブルーベースとかなんだろうか、サマーの印象結構それもある。じゃあもうゆり子はサマーに決定。割とそう、要素はね、いや決定ではない、一応ドレープを当てるんだけど。そうなんだ。かなりサマーの要素を持っているっていうこと、はい、で一応リップとチークは落としたい。理由はリップとチークは血色を表すだから、結構そのパーソナルカラーに影響するところだから、リップとチークは落としたい、落とさせてもらいます。はい、サマーよりだよ。そうなんだ。でも確かにこの辺の色似合うよね。いつもかスプリングだと思ってた。でもなんかあれだよね。確かに。でもこっちあんまり合わないかも。ちなみにちょっとパキッとしすぎとかもね。イエベだからってオータムスプリングが似合うとは限らない。両方似合うとは限らないよ。イエベイエローベースですってなったからといって、うんうんうん、オータムとスプリング両方が似合うっていうわけではない、例えばスプリングが一番似合いますっていう人で、うん、2番目に似合うのはサマーですっていう人は多い。で、そういう人の理由は逆にウィンターとかオータムって結構暗い沈んだ色が多いんだけど、うん、そういう色が似合わない人で、サマーとスプリングは明るいから明るい色が似合う人とか。なるほどね。じゃあドレープする。ドレープします。じゃあリップとチェック落としてください。これなんかゆり子はあんまり、ゆり子はあんまりこう変化ないと思って、ゆずきはちょっと、ん？ゆずきはちょっとなんか俺は思うことがある。思うことがあるって何？色、色的なもの。あ、そう。何、どういう色が似合う。あ、自分が思ってるのと違うんじゃないかってことね。俺はそう思ってる。ゆずきの、楽しい。ゆずきが多分これ私似合ってるって思ってるのと違う気がする。おー、俺はね、得意げ。いや、わかんない。これで違う可能性もあるからね。
何何何壺に入った何なんか武士みたいなお肌が綺麗なこと。いやでもめっちゃ髪も肌もめっちゃ乾燥する。もともと赤みない？うん、赤もあんまり、うん、なんだろうね、瑞希多分さ、瑞希の色ってさ、いつもオータムじゃない？そう、私オータム選びがちだと思ってんだけど。そうだよね、違うんだ。ミントなのかな。でもこんな色着る？着ないよね、こういう色。あ、でも似合うか。本当？きっと。いや、まさかのスプリングとか。あ、スプリングとか似合うけど。スプリングじゃない？予想立ててる。予想。え、流行ったの？家出が。家出はスプリングとオータム。だよね。いや、絶対こっちとこっちだと思うんだけどな。こっちじゃないくない？こっちだよね。並べとこ。あ、違う。スプリング、サマー、オータム、ウィンター。イエス。いや、あれ？いや、春夏秋冬じゃないから。並べ方。違うから。何ですか？一番左が、サマー、オータムでしょ？ウィンターです。サマーと一番左サマー、サマーウィンターでウィンター、サマーウィンター、オータムスプリング。びっくりしたわ。綺麗に春夏秋冬並んでたから。すいません。